ホイフォーの時間だおら。うる、せい。おらホイフォーの時間だ。学習能力備わってないんかな。イギリスでやるのか、テカドヤが大勢なおい。はい。え、スコットランドでやっていきますが何か。ない国で遊ぶことはできない、いいな。なければ作ればいいんだよらはい、というわけでスコットランドになりました。はい、というわけでじゃねえよ。がっちりチート使ってんじゃねえか。チート、何それ美味しいの。私はコマンドを打っただけですが何か。ほとんど変わらんじゃねえか。てかさりげなく中東問題をややこしくするんじゃねえ。約束の地、どこ？ここ。てめえは海でも湧くろ。さりげなくえげつないことしてる。まあそれはそうと、このスコットランド、軍需工場を一個も持ってないんです。はい。軍需工場が一個もないから装備が作れないんです。つまり師団を展開できないんだよ。アホくさ。まあ国家方針進めたら工場3つもらえるけど、一応何個か立てておきましょうね。あとついでにイラン師団編成を消して、師団をエディンバラに展開しておくか。よし、あとは待つだけだな。ねえマリサ、一つ言っていい？なんだよ。すっごい暇。知らねえ、お前がやり始めたんだろ。おい発狂するな。よし、師団ができたからアイルランド側に移動させてっと。え？あとついでに基地区間の展開地点をアイルランド側にして。は？宣戦布告じゃあ。ちなみにアイルランドは軍艦1隻も持ってないので駆逐艦7隻で制海権取れます。やめて、ジャガイモ輸入できなくなる。うるせえ、おめえのジャガイモねえから。なあ一つ突っ込んでいいか。なんだよ、人がせっかく上陸しようとしてるのに。なんか負けてね。うるせえ、時間の問題じゃい。西田の相手に負けるのはくさ。今に見てろ、ボッコボコにしてやる。オラ全軍戦略的撤退。再上陸するまでの間に輸送船沈めて。じゃがいもか。再上陸だおら。陸に上がったからにはもう負けねえ。劣勢でくさ。ねえねえ、今どんな気持ち？一師団相手に負けてどんな気持ち？いやまだだ、まだ負けてないから。畜生突破できねえ。おいじゃがいもやろうてめえ、チート使ったな。行為殲滅しますねえ、わらわら。やり直しじゃ畜生。なんだこれ。リメンバーポテイトー。かかってこい、相手になってやる。さっきと同じように返り討ちにしてやらー。できるもんならやってみろ。はい、ダブリン陥落。まだだ、まだ負けたわけじゃねえ。戦として徹底抗戦してやる。ダメです。はい、ということで全土併合。ゆっくり気が輸出していってねえ。どちくしょうでくさ。よい、このみんなはアイルランド併合した次に何をやるかわかるかな。そうだね、ブリテン統一だね。ということでアンチクショーのブリカスに正当化するよ。てかてめえ、いつまでイギリス名乗ってんだ。イングランドだろお前。ローマ帝国時代の名前名乗ってる奴に言われても説得力がねえ。うるせえ、クソったれのイングランドがイギリス名乗ってるのが気に食わねえ。これほどの理不尽が今までにあったのだろうが。俺は、うっせえ滅べ。おら滅べ、クソったれのイングランド。スコットランド兵よ、バグパイプを吹きながら前進しろ。ウィリアム・ボレスの仇じゃ。膠着しました。知ってた。いやまだだ、数軸にさえ加盟すればドイツ軍が。畜生加盟してもドイツ兵が一人たりとも来ねえ。はぁ、つっかえ。よし、やっと援軍来たってアメリカに上陸されてる。よかったじゃん、ブリテン統一できるな。イングランドに統一されてどうするんだよ。畜生やり直しじゃ。おら、宣戦布告。また来たか、この野郎。はい、全土併合。いつもの、なんか師団数おかしくないか。さては、お前チートを使ったな。あはは、ちょっと何言ってるかわかんない。まあ、どうでもいいけど、ノルウェーに上陸して。よくねえよ。すみません、許してください、何でもしますから。今何でもするって、なら滅べ。また犠牲者が増えてしまった。よし、ついでに隣のスウェーデンも併合するか。アホくさ。いや、いいんだよ。ブリカスが独立保証するのはいつものことだから。なんでベルギーがエストニアに独立保証かけてるんだよ。日頃の行いが悪いからだろ。バルトガチャで唯一独立保証がかかってなかったリトアニアに宣戦布告して。一師団相手に上陸に2週間かかったの忘れてねえからな。うるせえ、上陸できたからいいだろ。はい、全土併合。あとドイツお前覚えてろよ。メイメル併合したせいで上陸が2ヶ月も遅れたし。至急メイメルクレアを見抜けなかったお前が悪い。それじゃそろそろイングランドを殴りに行くか。は。あ、そうか、リトアニア併合したからか。赤の津波に引き殺されてろ。はい、何らかの方法で解決しました。こいつはひでえ。てか思ったけど、また戦争を追っ始めても戦線が膠着するだろ。私に不安があります。敵だなてめえ。何？
正当化したら国境に兵を並べられるから正当化しなければいいのだよ。ということで数日国加盟。そして戦争参加だオラー。うわぁこれは卑怯。今こそブリテン統一の時。全軍突撃。よしフランスが降伏した瞬間にパリが解放されたりしたけどイングランド降伏。もちろん全土併合じゃ。ダメです。うわだっつー。ウェールズ攻めよ。さあそろそろ正当化終わったかな。お前いつも正当化した国独立保証かけられてるな。クソこんなことになるんだったら真面目に講和会議してればよかった。てかなんでカナダが生き残ってる上に連合国の盟主になってるんだよ。とことん運が悪くてくさ。畜生こうなったら無理やりにでも不可侵結んでウェールズ攻めてやる。てかしかもアメリカがカナダに独立保証かけてるじゃん。うわちなみに一回降伏したユーゴスラビアをなぜかもう一回イタリアが攻めました。ユーゴスラビアは二度死す。てかクロアチアみてえな国境してんな。ブリテン統一のためにイギリスを解放した上にカナダと不可侵結んだから今度こそいけるわず。おめでとう。イギリスがウェールズに独立保証をかけたよ。ああゴミかすよしいろいろ裏工作したから宣戦布告じゃ。あとあのクソったれのドイツと同盟組むのはアホらしいのでエルサルバトルと同盟組んでくる。ネーミングセンスが最悪な上に南中国と同盟組んでるんだよ。国家元首が可愛いからね、仕方ないね。あ、イギリスが連合国に加盟したらしいぞ。いやまだだ、まだ宣戦布告されてない。よかったな。はいウェールズ降伏。あとは死にかけのブリカス、てめえだけだ。よし講和会議始まった、やっと終われる。もちろん全土併合。はいこれにてブリテン統一。はポーランドてめえどこにいるんだよ。なんで生き残ってんだよクソったれ。結局最後の最後まで運に恵まれないな。もうやってられるか畜生。終わり閉廷以上。